須藤医師夢の結晶が新たな進化の扉を開く光さす道となれアクセルシンクロ。どうも皆さん、不動雄星です。本日なんですが、最強デッキできました。デュエルキング2021年5月度デュエルキング達成デッキご紹介していきたいと思います。シューティングスタードラゴンデッキだよ。須藤医師夢の結晶デッキ完成しました。もう完璧です。これもう構築はもう答えと言っていいでしょう。これがですね、最強のシューティングスタードラゴンデッキと僕は自負しております。どういうまあギミックかっていうと、まあもういくらでも動画出してるんで、まあそっち見ていただければ分かるなと思うんですけども、一応完成形ということでね。ジャンクシンクロン1枚でシューティングスタードラゴンにつながるよっていう話はしましたね。ジャンクシンクロンでもうすでに墓地に落ちているシューティングスタードロードの効果でね、墓地に落ちている、このジャンクコンバーター、これを、蘇生して、5シンクロからの、ジャンクコンバーターの効果で、ジャンクシンクロンを蘇生すると、まあ8シンクロでスターラストが出せると。でスターダスト出てるとシューティングスターロードのこのスキルの効果で、フォーミュラシンクロンが出せますんで、適当にね、デッキ外からなのでフォーミュラシンクロンポンって出して、でシューティングスタードラゴンにつながるよっていう効果ですね。だから要するにジャンクシンクロン1枚がシューティングスタードラゴンになるよっていう効果なんですけど、これにあとはですね、どうやってそのムーブをまあうまいこと妨害を踏み越えて決めていくかっていうことなんですよ。で、そこで、まあ、今回は完璧に罠を踏んで、でしかも耐性も与えるっていう、まあ、そういう構築にしてきたんですが、まずチューニングガムですね。チューニングガムはこれ、シンクロモンスターを対象とする魔法トラップモンスターの効果を墓地からこのカードを除外することによって無効にできるよっていう効果なんで、まあ、因果切断とかそういう系のカードを、まあ、止めていく。 あとそれからハーピーのね、SC のバウンス効果とかも止めていくっていう、そういう感じです。で、ね、もう一個ね、罠を踏むっていうプレイングがあって、それがクイックオライオンです。クイックオライオン、オライオンは墓地に送られるとトークンが、レベル3のねトークンが出るんですよ。でクイックオンは手札を捨てると特殊召喚できるんで、なんとですね、オライオンを捨てながらクイックオンを特殊召喚することによって召喚権を使わずにクイックオンとレベル3のトークンが並ぶんですね。そうすると、クイックオンとレベル3で8ですから、これでジャンクデストロイヤーを出せると。でジャンクデストロイヤーはチューナー以外のモンスターの数だけ相手のカードを破壊できるよっていう効果なんで、クイックオンとオライオントークンで出したら1枚破壊できます。つまりですね、召喚権を使わずに1枚カードを割れるんですよ。でその後にジャンクロンなんか出そうもんなら、ジャンクデストロイヤーとシューティングスタードラゴン並ぶみたいなこともできると。でさらに、相手の先行制圧モンスターは月の書とかで裏返したり、相手のなんかガン癖は局所で分戻したりできるということで、これねめっちゃ強いわ。結構高校やっても先行でもまあ強いんでね、かなりね、強力な、主人公デッキができたんじゃないかなと思いますね。やっぱり、ね、このスキル最強だった。余裕だった。最大8連勝くらいしましたからね。はい。1回ね、プレミして負けたけど。まあ、8連勝、なんか、全然今日、まあ、月末なんで、若干相手弱いっていう話あるかもしれないですけど、だいぶデッキ的にはかなり強い。このプレイングガバガバの俺が使っても、なんか余裕でデュエルキングになったんで、皆さんもぜひ試してみてください。やっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあ11連勝中だ。なんて強いんだこのデッキ。マジで強いぞ。めちゃくちゃ強いぞこのデッキ。最強か。多分今まで作ってきたデッキで11連勝とかしたデッキなかなかないけどね。クレッセン、なかなか珍しいデッキ使ってますね。まあ月末ランク帯なんで若干相手のデッキが甘いとか相手のプレイングが甘いっていう、まあその部分はね置いておいて、まあでもそれでもね、プレイングガバインで、僕プレイングガバインで結構なんかトントンだと思うんですよ。そこで11連勝とか12連勝できるってことは、これデッキが強いっていうことなんで、基本的にはプレイングじゃなくてプレイングガバくてもデッキが強いっていうことだから、多分このデッキは強い。 100% 自信を持っておすすめできる。優勢ごっこするな今だぞみんな。またな、運営のゴミみたいな規制とかいう方針によっていつ規制入るか分かんないから、使うんだったら今だぞ。はよ、リミット解除したデッキ使わせてくれ俺たちに。 CP 優先ではリミット解除せえ早く。ジャンクシンクロンやろう。さあこれで、ゲーテの魔導士が伏せられたんで、あとはですね、妨害の踏み越え方っていうのをですね皆さんにお伝えしたい。ですね、まずですね、電柱機オライオンを捨てまして、で、クイックシンクロンを持っていますもん。であれゲーテなんですよ。ゲーテの魔導書っていうのは、墓地の魔導書カードを3枚除外すると相手の、
カードを選んで除外するよっていう最強のカードなんですね。だからこれを召喚券を使わずになんと、チューニングガンを墓地に送りながら踏み越えていくっていう、そういうね、そういう動きを見せていきたい。でですね、3と5でこれ並びましたんで、ここでジャンクデストロイヤーっていう最強のモンスターを出していくと。でこれは、このモンスターはシンクロ素材になった場合、シンクロ素材になったチューナー以外のモンスターの数まで相手のカードを破壊できると。でこれでジャンデスの効果によって、相手の魔導書、ゲーテの魔導書ですね、ゲーテの魔導書なんで、まあ、ここは割りましょうと。まあ今は前でもよかったで、ゲーテの魔導書、魔法使い族がいるので3枚、除外するとこのモンスターを除外できるっていう効果が発動していく。はい、で召喚券使ってないんでジャンクシンクロン召喚で、ジャンクシンクロン効果発動。さあジャンクシンクロンの効果によってもちろんジャンクコンバーターを特殊召喚していく。そしてレベル2のジャンクコンバーターにレベル3の、ジャンクシンクロンをチューニング。これでジャンクウォリアーではないですよ、これ武蔵出していく。で武蔵効果によって墓地の機械族モンスターを回収できる。これはどっちの方がいいんだ、オライオン、オライオンクイックロン、オライオンでいいか、オライオン、オライオン回収からのジャンクコンバーター効果、ジャンクコンバーターの効果で墓地のジャンクシンクロンを特殊召喚。これで、あ、てか今クイックロンでよかったか、ってことは1枚ですね。クイックロン特殊召喚したらこれ洗ったね。シューティングスターの連打効果がなんかあんまなくてもなんかいけた気がするわ。なんか1回しか攻撃できないとか2回しか攻撃できないとかいうパターンがありますからね。でスターダストドラゴン出していく、スターダストドラゴン。さあスターダストがフィールド上に存在する場合、クソぶっ壊れスキルによってフォーミュラーシンクロンがポン出しできる。でレベル8のスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。集いし夢の結晶が新たな進化の扉を開く。将来せよシューティングスタードラゴン。シューティングスタードラゴンのモンスター効果、召喚ムービーどうぞ。最強、あまりにもかっこいい。絡みつく時間振り切って限界までぶっ飛ばしてギリギリの思いつない。いいデュエルだったぜ。ぬるゲーすぎ。はい、12連勝きた。さあお相手の方、なぎさっち、なぎさっちか、木馬くんとペアルックのなぎさちゃんね。先行はまあシューティング盤面かな、シュースタ盤面整えておいてターンエンドですから、まあ、これあのチューニングガムがね落とせないとちょっとね若干弱いんだけど、まあしょうがないね。あのチューニングガムっていうあのチューナーモンスターがいて、墓地から除外することによってシンクロモンスターを対象に取るなんか効果を無効にできるよっていう効果あるんで、これ先行だったらチューニングガムを墓地に置いておきながら、スターダストとフォーミュラシンクロンの盤面にするのが多分一番強いんですよ。なんですけど、まあしょうがないですね。まあ月の書もありますし、まあ一応妨害は構えられるということで、まあ用意としましょう。でこれでスターダスト出していく。さあスターダストしっかりめに出していく。でスターダストドラゴンがいる場合、デッキ外からフォーミュラーシンクロンをなんか出せるとかいうぶっ壊れスキル発動していく。スキル発動、シューティングスターロード、ほい。でセットセットエンドですね。これは局所は、ブラックです。月の章を守りたいっていうだけです。さあ前借りの前借り、あ、ウィッチクラフトですかね。ウィッチクラフト OK、 前借りの前借りで魔法カードを手札に加えながらのウィッチクラフト来る。援軍強い。やばいな、これ待って、ウィッチクラフト結構やばいのか、やったことねえから分かんないの。ライトロードマジシャン、ライラ来た。はい、ライラ、やばい、バックワンのやめて。はい、ピットレ効果いいでしょう。さあこっからはぶん回しが始まりましたね。ウィッチクラフトの分回しが始まっていくスタイル。はい、でボルカニックコールも発動していく。どんだけ持ち壊す、どんだけ強い。はい、ウォール効果 でこのターンバトルフェーズを行わない代わりにデッキトップ3枚めくれる、墓地をくれるよっていう効果ですね。これね、ウィッチクラフトの何がうざいかってね、ワンキルはしてこないんでね、長いんですよね。なんか無限に長いんですよこのデッキ。デュエルリンクスのスピードデュエルのね理念に反してるから、本当はシューティングスターみたいに5連打できるのって帰ってこいと思ってます今僕は。本当に長いマジで迷惑。スピードデュエルだっつってんだろっていうね。さあウィッチカットピットの効果、魔法カードしてて墓地を送ることによって、これでシュミッター OK です。でアップアップガールズ出てくる。シュミッター別にいいかな、シュミッターの効果は別に、はい、シュミッターいいです、特に大丈夫です。
よーし、トイレの神様来て、あまあそれ来ても別にそんなにいいかな、どっちでもいいかな、今大丈夫で、シュミット効果、マスターピース落ちる、やばい、これマスターピースほんときついんだよな。マスターピースなんとか、でも魔法カードを回収させなければなんとかなんとか、はい、パトローナスなんだね、パトローナスの方、はい、なるほど、パトローナスの方を、パトローナスの方を落としていく、マスターピースは落とさない。いやほんとマスターピースっていうねカードがね、あれ一枚から結局なんかベール出てきちゃうんで、あれが一番やばいんですよね。セットどうぞ、セットどうぞ、さあアクセルシー、あアクセルシンクをしていきますよ、相手なのに、あライ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 、まだ召喚剣使ってないとか、まじキモいだろそれ、キモいだろ、メインフェーズ終了前、無理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 、これ使うしかないね、シューティングスタードラゴン、まあ今魔法カードあったらこれも止められるって話あるけどね、これも止められるの俺、大丈夫だった、これは止められない、さあシューティングスタードラゴンを将来していく、召喚ムービーどうぞ、うわかっけー、なんてかっこいいんだ、さあシューティングスタードラゴンをシンクロ召喚、さあこれで投げることはできない、さあメインフェーズは続けるので、ライトロードマシャンライダーの効果で、そっちオッケー、よかった、まあとりあえずこれ効果はどうできるか、これ効果はどうできる、あーなるほどね、マスターベル効果でそれも無効にしてくる、なるほどなるほどなるほど、絶対にバック割りたいもんね、はい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 、オッケーです、はい破壊されましたと、でそれはブラフだからいい、メイン終了前エンドフェーズ、エンドフェーズ効果でマスターベールを裏向きにしていく、なんか画面重い なんかごめんね、なんか最近ねなんかちょリンクスの調子が悪くてね、なんかね画面結構なんか止まったりするんだよね、なんかすごい重かったらごめんなさい、皆さんが見てる映像が、シューティングスタードラゴンの効果でとりあえず連打効果発動して1,2,3 回殴れる、3回殴られるでかい、ジャンクシンクロの召喚、さあジャンクシンクロのモンスター効果、墓地のジャンクコンバーターを特殊召喚で、ジャンクコンバーターにジャンクシンクロをチューニングし、5シンクロしながら3を蘇生し、ジャンクデストロイヤーであのクソみたいなモンスターを破壊するぞ、あっさあやるじゃねえか、チューニングガムがぶん殴っていくしかないのか、ぶん殴っていけ、ぶん殴っていくぞ、でこれはぶん殴っていいのか、ぶん殴っていいな、ぶん殴っていいな、でこうぶん殴っていく、で待ってパトローナスでさ、あれか回収されるのか、パトローナスで回収される、なるほどね、やべやっべやっべやっべ、どうしよう、でもこれシューティングスター効果使ってそこになんか打ってくれないかなっていう話あるよね、でドローはできない、オッケー、前借りの前借り使ったターンはドローできない、もうやばいかな、これ3300これ突破できんのこれ、俺2800の壁どうしたら、月の書使っちゃった、シンクロモンスターで突破するしかないんだよね、このモンスター盾は盾だし殴ってくんのか、なるほどな、あ回収できるし別にいいかみたいな感じ、でもこれシューティングスタードラゴンは無効にできますよ、大丈夫かな、これはシューティングスタードラゴンの効果発動、これって除外しますよね、除外する、あこれ発動してこれで無効にされたら意味ないのか、でも無効にしたら相手死ぬから、そうだよね、はい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 、輪があるか、コラボレーション、コラボレーションで、これさ魔法足りないんじゃね、デモンストレーションでしょ、これ3枚でしょ、これ魔法足りないんじゃね、これだってさ一回さシューティング、よっしゃよっしゃ足りないよね、やっぱり縦にしたらプレミですね、多分ね、あれ守備表示にされてたら多分負けてたわね、さあお相手の方なんと12連勝しております、なんて強いんでしょうかこのデッキはやばすぎます、12連勝ですよ、12連勝って頭おかしいだろ、これは環境トップと言っていいな、これは呼べえな、でも、まあ、ジャンクシンクの相手もミラーだな、これな、ジャンクシンクのこれミラーってどうしたらいいんだ、ジャンクシンクの召喚、ジャンクシンクの効果、ジャンクコンバーター特集、まあでもあれかスターダストフォーミュラーの盤面と整えていいのか、これチューニングガムがねえのかな、チューニングガムがあると一応対象に取る効果を無効に切るんですよ、シンクロモンスターに対してね、それがめっちゃ強いんですけどね、チューニングガムほんと5枚くらい積みたいみたいな話あるんだけど積めないんで、で、ジャンクコンバーター効果、ジャンクシンクロを特殊召喚で、これでスターダスト出しといて、で、スターダスト出しからのフォーミュラシンクロン出しといてエンドかな、
聖火はまだ使わなくてもいいかな。聖火はなんか次のターンにね、もしかしたらジャンコンバーター、ジャンク心境のじゃなくてジャンコンバーターの方が欲しいとかいうことはほとんどないけど。これで使っとくべきかな。いいか、エンドだな。エンドしていく、エンドしていく。はい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 、いいですよこれ。なかなか盤面的には悪くはない。まあシューティングスタードラゴン出てきて、まあ相打ち取らせるんだったら取らしてもいいもんね。別に開始のターンこっちの方が有利だから。まあちょっと局所とかないと、まあ、妨害は組み取らないと思うけど、まあいいでしょう。結局ね、フォーミュラー間違えた、シューティングスター、シューティングスターだと打点が3300VS3300 になるんでね。なんで相手のねシューティングスタードラゴンを倒すには、こっちもシューティングスタードラゴンを展開する、これよ。領域に対する有効な手段、それはそう、こちらも領域を展開することだ。呪術回戦か、これ実質呪術回戦ですね。これは呪術回戦コラボ。これどうしてくるんだろうな。これまあジャンクデストロイヤーは、スターダストドラゴン、もしくはまあ普通にフォーミュラーシンクロンの変身効果で、まあ無効っていうか、まあ変身できるんで、まあ問題はない。でジャンクウォーリアー効果、ジャンクコンバーターを特殊しての効果でジャンクシンクロン特殊召喚。さあ全く同じ動きしていく。チューナーモンスタージャンクシンクロン、おおおお、シリ発動したぞ。なんかジャンクシンクロンの、え、待って待って、集いし願いが、急にシリがジャンクウォーリアーのこの調べ始めた。びっくりした今、うるせえ、止まってるお前。で、はい、スターダスト OK、 いいでしょう。スターダストでしょう。でシューティングスターロード効果でフォーミュラシンク出してくる。これ出してくるのかな、シューティングスター、シューティングスター出してくるパンターンですかね。でなんかチェーンあるんですよね、なんか何らかの、なんか反応あんねん、なんだろう、なんかあるんですよ多分。なんかね、なんかスッ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 シンクロできないんで、これなんかやばいな。月の書とかあったらやばいか、月の書とかあったらやばいな。普通にチェーンして裏側にされちゃうんでシンクロできないっていう、ね、問題があるんですけど、ほらなんかあるんですよ、なんかあるんだよね。シューティングスター、はい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 、いいよ。これ月の書だったら終わるぞ。クイックシンクロン、ジャンクシンクロン、ジャンクコンバーター、グローアップバルブ、オライオン、強い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 、ちょっといや4連打きた、まずい。バカな、4回も連続攻撃を行っていくだと、まずいぜ。俺はスターダストドラゴンにレベル2のフォーミュラーシンクロンをチューニング。クリアマインド、すごい CM の結晶が新たな進化の扉を開く。将来せよシューティングスタードラゴン。よし、速攻魔法発動、いやあシューティングスタードラゴンの攻撃、ミラージュ、4回は無理、うわーっ、モンスター効果発動、ダーッ、シューティングスタードラゴンの効果、ダーッ、なんてやった、呪術回戦じゃねえか。